さあ、レギュラーステージ第17試合、見事勝利を負ぎ取りました。ゲームファニックから、マーサー選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、マーサーどうでしたか勝ったのはめちゃくちゃ嬉しいです。うん、ただ、<laughs> うん、えっと個人の戦績はかなりえっと悔しいものになってしまって、うんうん、っていうのが正直なところですね。うん、今回タツ、強かったね。はい 強かったです,、あのーそうですね、初戦、えっと、僕が最初にあと出た曲から結構、中盤までは、えー、っと冷静にできてたんですけど後半から自分のプレイに集中できずにたくさんの存在を意識してしまって、うん、もう一気に崩れてしまって、えー、やっちまったと思いながら、うん、ただ最後まで諦めずにやれて、うん、まあ負けたかという感じなので相手の曲はかなり冷静にできて、うん、まあ自分の中ではかなり一発の、えー、スコアでは。 いいスコアだったんでそこはまあ前向きに取られててていこうかと思ってます、うんはい、さてゲームパニックですが現在21ポイントからまたポイントを上げましたが、はい、さあ今後の展開どうう期待していいですかそうですすかそね、えっと、本当に全試合、全試合本当すれすれのところでポイント取れなくて、えっと、苦しい展開だったんですけど、うんえー、そこの紙一重だったとっいうところで、えっとはいえっと、負けてはいたものの、えっと、ポイントは、えー、取れるだけ取ってきたのが。 良かったかなと思ってて、うん、今回もえっ、ー、と最大限ポイントが取れたと思ってるので、うん、今後もあと残っている試合全力で戦って、えー、ポイント全力で稼いでいきたいと思いますはい頑張ってくださいマーサー選手でしたありがとうございましたさあ現場にからここで流れを変えた中堅三鴨選手ですお疲れ様でしたありがとうございますさて三鴨選手一番最初に聞きたいことがあります今日の調子実はどうだった、はい でも悪くはなかった悪まあでもそうあの曲結構自分で投げた曲「共犯ヘブンズ・コー」で結構普段からなかなか安定しなくてそうっていうのもあるんですけどそうかそうかただそのあたりやっぱり抜群の精度で押しし返たねそうですね危なかったですでもひやっとしたやっとしました本当にいやもしかしたら体調なりなんなりモチベーションなりなんなりに少し不安が残っててそこ押してだったのかしら なんて思ったんですけども、そのぐらい少し安定感に最初、かかけたかなとそうですねはい、まあ、でもやっぱりあの後半で巻き返せるっていうのはあの自分で思いながらやってたので、うん、その通りできてよかったかなとそして、それさらに乗り越えての二立てでしたけど、いかかがでしたか、はい、いやあのー、なかなかいいところついてきたなと思って、でもあの、はい、自分を信じて、ランダムでやったたらなんとかなりました相手のノリ選手についてはいかがでしょう。 そうですね、あのー、全然油断できない相手で、あのー、本番本当に強いっていうのは昔から知ってたので、うんうん、ここはもう自分の力を信じてやるしかないなというところで、はい、なんとか信じ抜いて勝ててましたって感じですね、うん、そして、信じ抜いた結果仲間も、ね、ゲームパニック自体も一つ、ねね、伸ばしましたけれども、はい、い今後のゲームパニックどううでしょういやでいやようやく勝てたって感じで本当はもう本当にあの全勝してここまで来るぐらいの勢いで考えてたんですけどやっぱなかなか。<laughs> まあまムロが潜んでいるなと、はいうん、いうところがあるのでちょっとそれに負けないように今後も、えー、勝ちを重ねていきたいかなと思ってますはいこれからも頑張ってくださいミカモ選手でしたありがとうございましたありがとうございますさあ現場から大将を務めましたピース選手ですお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたやったねいや長かったですね2勝目からねただ勝ちパターンはやっと戻ってきたんじゃない そうですね、まあ、やっぱり3連敗だったので1勝目からちょっと大丈夫かなと <laughs> まあ自分含めてまあみんなもうやっぱり勝ちたいところで勝ちきれないっていうのがやっぱり続いて惜しいところで勝利できないっていうのがやっぱ続いていたのでまあやっぱり練習どうこうというよりはやっぱり気持ちがやっぱり大事だなっていうのは本当に分かったのでもう今日はもう自分を信じて<ん>。はい 頑張りましたそういう意味では気合が違ったとそうですね、もう今日は勝たないといけなかったんで、うんはいもう、三鴨選手は、信じるという言葉をさっき使ってましたけれども、はい、どうでしょう、ピース選手にとってはそうですね仲間のことは、もちろん信じてるんですけど、やっぱり自分を信じてやるっていうのが、やっぱり、まあ、去年1年間というか、まあ、シーズン通して、うんあの、プレーはして、やっぱり自分を信じてやるっていうのが、やっぱりできない。 っていうのがやっぱりあって、うん、まあ今シーズンはそれを課題にというか自分で設定してやったんですけれども、まあ、やっぱりレジャーランド戦の対象でやっぱり次戦が取れなくて、うん、まあやっぱり気持ちが足りないなと <laughs> すごく痛感したのでもう今日は、うんはい、絶対勝つんだという思いでもう二立てするぞという気持ちでやりました二、うん、立てには少しもう本当にあと1点という形でしたが <laughs>、はい、ただ 気迫、そして気合のこもった顔、自信に満ちた顔、どんどん僕らにも見えてきたので、はい、これからも続けて頑張ってください。はい、頑張ります。ピース選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。こ